はい、皆様こんにちは、こんばんは。はーい、天ぷら、はい、お刺身、すごいね。わあ、茶碗蒸し、熱々、蓋が熱い、熱い。はい、これね、お味噌汁ね。で、単品でね、このなんだっけ、レバカツ、ね、レバカツ頼みましたね。こっから一人ずつ、一個ずつ取りましたね。あー、いっぱいある。どうぞどうぞ食べてください。で、ご飯ね、ここ1個空いててよかったね。あら、ごめん、3人同じです。今日はお祝いですね。うーん、すごい、久しぶりだね、こういう感じは。そうだね、お2回刺目身ぐもらいじすゃないごいと、ちょっと収ね。穫うん、ね。ねえ、あ、ありがとう。さあ、いただきます。最初ね、その単品のレバカツいただこうかな。持ってない。ご飯の上でいただきます。いただきます。レバカツ食べてみよう。うん、噛みやすいね。あ、何回か噛んでるとレバーってわかる。そうだね。最初は分かん簡ない。単にいいよ、これ。鉄分だっけ？なんかが入ってんだよね。なんかが。美味しいです。初めてレバーカツ食べたの。ね。じゃあね。これを。これ天つゆだよね。はい、天ぷら食べてみましょう。天ぷら大好きです。油もん大好きです。あ、ごめんね、唐揚げとか天ぷらとか。 ね、今日はお祝いだから、女子会だから。これ何の天ぷらなんだろう、これ。ね、舞茸かな。舞茸か。何かな。きのこだね。ね、いただきます。奈々ちゃんはこっちのめっちゃの天ぷら大好きだな。ありがとう。醤油やってくれました。ごめんね。あ、美味しい。なんか優しい味だね。ガリガリしないわ。ちょっとエビ天行ってみます。うちのおじさんも天ぷら大好きだったかな。そうそう。なんかそういう遺伝がね、なったのかもね。ちょっと毎日じゃちょっとあれだけど。たまにね。そう、エビ天、さっきまで海で泳いでました。なんちゃって。捕まえてまいりました。おいしい。プリプリしてる。周りの衣が優しいのね。ご飯食べたらね、ご飯食べたくなりますね。あんまりね、ガリガリしてないの。あったかいうちに入れます。なんかいただきます。煮出すキャベツが、あ、そっかそっか、そうなんだよね。はい、お刺身。これなんだろうね、白身魚。いや、すっごい久しぶりだ、お刺身ね。めちゃくちゃ美味しい。また呼ばれてみよう。ハマチかな、何かな、見ただけじゃ分かんない。私、いただきます。あ、結構コリコリ系というか。サーモン分厚いです。ね、サーモン分厚いね。いただきます。美味しい。あ、ここにわさびがあったわ。わさびを醤油にやって、次はこの赤身。なんだろうね、この赤身ね。マグロかな。マグロだな、多分。ね、今日は豪華です。はい、いただきます。美味しいです。ねっとりして。はい、これはタコかな。タコです。タコちゃん。若い人は分かんないな。タコです。バカだよ。タコです。いただきます。あ、歯ごたえがあって美味しいですね。
椎茸だったらごめんね、舞茸なんて言っちゃった、うん、すみません。あ、椎茸だったんだ食べても分かんなかった、うんうん、舞茸だったかな、うん、みたいな歯ごたえがあっていつまでも、ね、うん、うん、おいしい。このお味噌汁は、ね、いろんな具入ってますね、これね、うん、ダメことね、うん、いろ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 具が入ってるね、あれね、豆腐とかネギとかね、白味噌です。いただきます、うん。和食で、うん、あ、なんかお正月の味がする。あら、なんだろう、カスカスみたいな、カス漬けみたいな、あ、違うな、なんかお正月の味がしました。なんかめでたい味だね。うん。うん。美味しい。じゃあね、早速茶碗蒸し食べてみます。うん。ね、うん、早速食べたんだね、茶碗蒸し。茶碗蒸し何入ってんだろう、これ椎茸かな、うん、あ、椎茸だね、うん。さ、茶碗蒸し、はい、プルプル、おろろろろろ、プルプルしてる、熱そうだないただきます。うん、うん、あ、美味しいね、この茶碗蒸し、うん、すんごい久しぶり茶碗蒸し食べたの、ね、頑張って自分で作ってみようか今度。なんちゃって。二人分ぐらいじゃ大変なんだよな、作るの。そうだよ、うんうん。そうそう。うん、あ、いただきます。あれ買ってきて。うん